はい、こんにちは、文豪です。今日紹介するのはこちら。はい、ドットライナーホールドです。ですね、まあ、コクヨの出してるテープのり、ドットライナーシリーズの一つなんですけれども、ですね、まあ、これがですね、私のデスクに欠かせない文房具の、まあ、また一つなんですけれども、まあ、これも間違いなく毎日、ほぼ毎日使っている道具の一つです。でですね、まあ、ドットライナーシリーズっていうとですね、まあ、塗ったところというか、貼ったところがですね、点々になる感じでですね、糊面が、ドット状になってるってことで、まあ、まあ、糊切れのいい、まあ、糊切れっていうか最初から切れてるんですけど、糊切れのいい、まあ、テープ糊ということでですね、まあ、かなり定番品として定着してきた感があるんですけれども、なんかたまたまホームページを開いたら、1億個を突破したそうです。で、3秒に1個売れてますとかって書いてありました。まあそれはともかく、私もですね、まあ3秒に1個は使わないですけれども、ですね、まあ月に1個以上は使うんじゃないのかなっていうぐらいカートリッジを使っていますということで、ですね、旅行にも持ってったりするぐらいこれはよく使うんですけれども、このドットライナーホールド。どうなってるかっていうと、まあ、ドットライナーシリーズいろんなのがあって、例えばスタンプタイプだったりとか、あとは、まあ、ノックタイプって、カチャってやると、ヘッドが出てくるタイプとか、あと細くてペンケースに入りやすいとか、いろんなタイプがあるんですが、こいつに関してはですね、もう形がいきなり特殊です。こんな形をしています。で、このテープなんですけれども、どうやって使うかっていうと、ここにですね、まあ、ここの隙間のところにですね、こうやって紙を挟みます。まあ、クレジットカード読む機械とかですね、みたいな感じでですね、こうスロットに入れてですね、で、ここで握ってあげて、これをシャーッと、はい、引くと、端っこにこんな風に糊がついてますよ、ということなんですね。で、これだけです。テープ糊ってまっすぐ引くの難しくないですかね。だいたい小型のテープ糊こうやってやってですね、こう引くタイプ、まあ、これはこうやっても引けるんですけどね。小型のテープ糊をこうまっすぐ引こうと思った時に手がどうしてもグーって引っ張られる感じっていうか、端っこを狙おうとすればするほど、何ですかね、何の引力に引かれてるのかわかんないですけど、紙からはみ出しそうになったりとか、まあ、しちゃいがちなんですけれども、あとこれ、貼ろうと思った時にですね、だいたいこうやって平らな机があるときはいいんですけれども、テープ糊って必ず下に台がないと貼れないんですけども、このドットライナーホールドはこうやってですね、浮かした状態で使えるので、他の作業しながら机の上が汚くても全然こうやってですね、わかりますかね、こうやってやるとほら、ドット状のが出てくるのがわかりますよ。こうやってやると、簡単に、今ちょっと画面見ながらあれだったからちょっと出ますけど、こうやってやるとですね、はい。簡単に端っこに綺麗に貼ることができます。必ず等間隔。で、大体なんですけれども、こういうですね、紙を何かに貼らなきゃいけないときって、まあ、例えば封筒の封をするもそうですね。ですし、例えば、切り抜きをノートに貼るでもいいんですけれども、糊をつけなきゃいけないところっていうのはほぼ間違いなく、直線上の端っこなんですね。事務作業だと。もちろんアーティスティックな作業だったらいろんな使い方あるんでしょうけど、僕がやる限り、ほとんど書類に糊をつけなきゃいけないというのは端っこです。で、しかもまっすぐです。なので、まあ、これが貼れれば十分というところなんですね。で、ただし、まあどうしても中にとか、曲線上に塗らなきゃいけないってこともあるとは思うんですけども、そういう時にはですね、本体をパカッとこう開いてあげると、ここがヘッドなので、ヘッドが出てきて、こうやってビッてやると、好きなところに、塗ることもできますよということで、まあ普通のテープカッター、テープ糊のように使うこともできますと。あとですね、こいつなんですけども、よいしょ。貼り進めるときにですね、ちょっとだけ進めたいっていうときもあるんですね。そういうときにはこうやってはめてですね、入れます。で、これ、カチャって押すと、若干進むようになっているので、こうやってやるとですね、こう、ほんのちょっとずつ、5ミリずつぐらいかな、前に進みます。
なので、こうやってやっていくこともできますんで、まあ、微調整的なというか、ちょっとだけ進めたいことも、あと、動き始めの時はちょっと握ってあげると、こうやって前に進み始めるんで、動きが良くなりますよ、という感じです。こうやってノリをつけることができます。これすごい楽なんですね。なので、お手軽なので、これはですね、僕は毎日、何かしら使っています。で、なんで毎日何かしら使ってるかっていうと、一つはこれですね。僕が作ったアクセスノートブックっていうノートなんですけど、これいつも仕事に使ってるノートですけれども、このノートによくプリントアウトしたものを貼るんですね。で、このノート実はその、A4 の用紙を、こうですね、まあこれはプリントアウトされたものがあるわけですよね。例えばこういう、メールとかで仕事の内容とか来た時に大体貼るんですけれども、書き写すのも面倒だっていう時にはですね、大体2面付けでプリントします。で、これまあ、2面付けでプリントすると大体ですね、まあ、メールって大体1ページとちょっとはみ出したところにこうなんか相手の連絡先とか書いてあったりするんで、1枚に出しやすかったりすることが多いっていうのもあるし、まあ、何よりもね、経済的なんで、これ半分に。まあ、こうやって出しますよと。これ今たまたまドットライナーホールドのページを出しましたけども、こんな感じになってますと。じゃあこれをノートに貼ろうということで、貼るときにですね、この、まあ、アクセスノートはそれを計算して作っているので、A4 よりも若干このノートの方が大きいんですね、広げると。なんで、まあ、半分にすると英語でぴったり貼れるようになってるんで、これをですね、半分に折ります。よ。で、これをですね、このノートに貼るわけですけれども、これでね、ちょっとはみ出すようになってるんですね。この本体の方はちょっと大きくなってるんで、はみ出さずに貼れますという感じです。で、これをですね、まあ、例えばこうやって何ページもありますというのを、仕事のプリントを貼らなきゃいけないって時に、ノートのここに貼りますっていう時には、いつもやってるのは、こうやって半分に折って、こうやって持ってきます。で、これ閉じた状態で、この状態でそのままくるっとひっくり返します。ね。で、ここにですね、ここを、ドットライナーで、ビヤーって、はい、やります。で、外して、もう一回ペロッと戻すと、はい、これわかりますか？こうなっている、まあ、見開きこうなっているものの、ここですね、この、こっち側の、中が V 字に折れている、折れてるところの向こう側に糊がついてます。なので、この状態で、ノートに貼ります。まあ、大体でいいんですけれども、はい。まっすぐなるように貼ります。ピーッと貼りました。はい、貼れました。という感じです。で、上げると、ほら、こうやって開けるんですね。で、こうやって開けて、ここが糊でくっついていますから、ここでまっすぐ貼れています。これ大事なのは、ここの糊がまっすぐついていると、ここのところでは全然よれずに綺麗に、まあ、内側も含めてですね、こっちも綺麗にまっすぐ開けますという感じになりますよと。ここで1ページ。ね。で、ここでページがもう1個あるよというときは、ここに重ねるんですけども、これもまた、はい。こうやって半分に折ります。はい。折ったら、こんな感じですね。で、コーンってこうなってます。で、これはやっぱり同じようにひっくり返して、でもここら辺ね、もうね、手が覚えてるんで、普段は何も考えずに、こうやって糊を貼って、でですね、この端っこ合わせで、貼りますってやると、はい。こうするとですね、あら不思議、このページの次にこのページがこうやって開きます。まあ、本当はここもなんですけど、ここ内側同士がくっついてるので、ちょっとなんとなくこう、こんな感じで綺麗に開けるようになりますよって感じですね。これどうしてもここが開くのが嫌だっていう人は、これをですね、まあ別に端っこ全部塗らなくても大体開いてこないので、こういうところに一瞬だけつけてこうやってやっといてあげると、はい、これでですねこんな風に開きます。まあこっちも開くのが嫌だったら、こういうところにやって、よいしょ、ちょっとだけ糊をつけておいて、でこうやってですね。ってやってあげると、こうなっていて、開けますよってやると、はい。こんな風に、簡単に開けるページができました。ということで、ページがいくらでも足せるんですね。これはすごくよくって、で、こっち側に例えばタイトルとか細かいこといろいろ書いてあって、資料が左にあるみたいな感じで、僕はだいたい見開き完結で1個の話題を入れていきます。
なんで、まあ、手帳がどんどん厚くなるとか、ノートがどんどん分厚くなるんですけど、こんな使い方をします。あと、はい。なので、まあ、当然ですけれども、よいしょ。はい。こんな風に貼っていくわけで、例えば、1枚しかないとき。1枚しかないときは、こうやって貼ります。よいしょ。外でやっちゃダメだ。1枚しかないときで片側になっちゃった。印刷したら片側になりましたよっていうときは、これをですね、シャッと、はい、やってですね。で、ここでですね、登場するのが毎日使ってるこの HA302 っていう国用のカッターですけど、これまた後で、今度やりたいですけど、こうやって切ります。はい。まあ、これじゃなくてもいいんですけれども、ペーパーナイフで切りますよ、ということで、切るとこんな風になります。こっちいらないので捨てると。で、これを貼りたいときは、やっぱ同じように、はい。半分に切ったら、これを裏返して、よいしょ。よいしょ。いい。ここで挟んで、で、いいってやります。で、あとね、コツとしては、これね、端っこまでギュッてやって、貫通しちゃうと、あんま良くないです。貫通するとですね、この糊が紙じゃなくって、ここのローラーにくっつくんですよ。ここね。で、ここ一応、糊がつかないようにシリコンになってるんですけど、やっぱ使ってるとどんどんこうやってですね、長いこと僕も使ってるんで、やっぱここがですね、若干くっつきやすくなってしまうので、こっちに糊が残ります。そうすると、次にもう一回これを紙に挟んだ時に、表面についちゃうんですよね。で、これはね、テープ糊の欠点なんですけど、はみ出した糊がいつまでもベタベタしちゃうので、なので、この、最後、ちょっと残して、やめる。ね。これは大事です。だから端っこまで欲張らない。ね。もう十分ついてますから、これで。で、これをですね、また貼ります。よいしょ。で、貼ると、よいしょ。はい。もうこんだけで、普通に、いけますよね。まあ、これも剥がれてくるのが嫌であれば、こういうところに貼った後でやればいいんですよ。こうやってやって、で、まあ、こっちから成り行きでこうやって、ここに糊をつけといて、成り行きでこうやって貼ってあげれば、これで十分、こう開いた時には綺麗にめくれるようになります。で、あとですね、さっきは片側に、よいしょ、よいしょ、こうやってベッて貼ったので、こんな風になってますけれども、ね、こんな風に貼られてますけれども、そうじゃなくて、見開きで貼りたいっていう時もあります。まあ、見開きで貼りたい時、ね、こんなのがあります。これをベタッと貼りたい。で、切って片面ずつ貼ることももちろんできます。が、それでもいいんですけど、そのめんどくさい時にはですね。で、それも見開きで、もう開けたらこのページ、左だけだとね、さっきのやり方だと、いくらでもページ貼れる代わりに、まあ、例えば最後のページが白いので、ちょっとなんか見づらい、みたいになったりします。まあそういう時にですね、見開きで貼りたいっていう時はですね、これやっぱり見開きにします。で、見開きにして、これもですね、全部貼ろうとすると、なかなかうまくいかないんですね。じゃあどうするかっていうと、これも、まあ同じです。こうやって内側にします。折って内側のところに糊をつけます。で、これで同じようになるんですけど、見開きの時はちょっと喉ギリギリ、ここ今喉開けてますけれども、喉ギリギリに貼ってあげないと、ちょっとこっちとこっちのページで開けないので、そういう時はちょっとノートを立ててですね、糊の、ない方でここの奥にストンと落とします。ね、ペタッと落とします。で、喉の奥にこうちゃんと当たってる状態で、これをノートを閉じます。ペタ。ね。で、開きます。で、やるとこっち側にくっついてます。これで、喉の奥ギリギリに、こう、ついたってことになります。なので、これ閉じても全然平気です。っていう状態ができます。で、あと、こっち側とこっち側、別につけなくてもいいんですけど、こう、開いた時にすぐここのページを開きたいのであれば、やっぱり糊をつけます。で、こっち側糊がついてるので、ここ側に糊をつけるんですけど、これもやっぱりさっきと同じで全部はつけない。で、こんだけでいいです。こうちょっとだけ糊をつけます。で、コツとしては、こっちのページはこのままでもいいんですけど、こう開いた時と閉じた時でノートってやっぱり、この、若干差があるんですね。なので、開いたところでちょうどいいように貼ると、閉じようとした時にぷくって膨れて、こう邪魔になって閉じられないっていうのがあるので、基本ノートは閉じてる状態を、まあ、
普通にして、普段閉じて綺麗に閉じないといけないので、そういう時にはですね、こうやって、閉じます。で、これまあ簡単なんですけど、まあこうやっといて、ある程度押さえといて、こうくっつかないでちょっと持ち上げといて、最後、ペタンとこう閉じます。ノートを閉じた状態で、ちょうどよくしてあげると、これがね、こっち側がぴったりになってるので、閉じた状態でフラットです。で、こっち側もそうなんですけど、こっち側もやっぱ中心が若干とはいえ浮いているので、これもですね、閉じた状態に合わせてあげないといけないので、ここに糊をつけます。糊をつけたら、こうやってですね、しっかり閉じて、で、貼ってあげます。で、あげると、よいしょ。はい。こうやってくっつきます。そうすると、このページ開けた時に必ずここが開きます。ね。で、綺麗に閉じて、で、閉じた状態で綺麗に。なので、中途半端に開いた状態とかだと、ここ浮くんですよね。浮くようになってます。ということなので、まあ、貼りたければ。ただね、貼るとどうしても、状態によって、この状態だと綺麗になってるんですけど、こう、しっかり閉じた状態だと綺麗なんですけど、こっちをこうやって開くと、次のページがこうやって若干浮くんですね、こうやってね。こんな感じで浮いちゃいます。浮いてきちゃいます。なので、ここがあんまり好きでなければ、まあ、本当はここ貼らなくてもいいぐらいですけど、まあ、見開きで貼りたければ、こうやって貼るよ、という感じですね。はい。こうやって、僕まあほとんどこれですね。こっちのタイプで貼ってあります。なので、しかもこの間も貼るのめんどくさいので、貼らずにペローンってなってますが、これでだいたい、そのまんまいけるので、普通普段ノートにね、プリント貼るときなんかも内側をベースで貼ってあげると、すごく綺麗にいくし、まあここでですね、このドットライナーホールドです。なんで、これもめちゃくちゃ使うんですけど、まあ、本体500円で替え300円ということなんですけれども、もう替えテープ。まあ、本当に使うので、僕は大体こういう買い方をします。ドンってね、箱売り商品、出荷時開封現金っていうね、書いてありますけど、これたまたまヨドバシで買いましたけども、どこで買ってもいいんですけれども、こんな感じでですね、僕はもう箱買いです。ね。箱買いだとね、どうなってるかっていうと、パッケージも結構簡素で、もうこれだけなんですよね。紙の、こう出すとですね、この紙のビニール袋に入っていて、袋もまあ全然止めてなくて、ここに紙のこういうのにこうまあリールが緩まないようにだけ紙のこういう板がはまってますね。変え方がこっちに書いてあってっていう感じですね。あ、交換の仕方はですね、簡単です。ここのプッシュボタンがあるんで、ここを押しながら開くと、こうやって開きますね。開いたらこれをパカッと、はい、外すだけです。もうカートリッジの交換も超簡単です。入れて、はい、パチッと入れて、立って閉めれば終わりです。で、まあなんせ僕はこれはめちゃくちゃ使うので、立ってしまう。はい。まあこうやって箱でこうやって買ってきてですね、なくなったらまた買うんですけども、家にはですね、これもまた余談ですが、なんかね、捨てられない癖があってですね、こんななんですよね。この、使い終わった、書けなくなったものとか、使い終わったものがですね、家にはこういうケースに入って保存してます。でもドットライナーホールドもめちゃくちゃあるんですけど、これでですね、ドットライナーホールドだけで、結構、コンビニのレジ袋1個分ぐらいは、あります。で、もうちょっとあるかな。まあ、ちょっと、レジ袋一杯分ぐらいある。で、まあ、他のもそうですけど、こういうですね、使い終わったもの、なんかこのフリクションの、あれとかね、書き終わったペンとかですね、あと、ま、使い終わった、糊、ピック糊とか、いろいろですね、まあ、壊れたり使えなくなったり、いろんなしたものがですね、こうやってですね、うちには日々溜まっていくんですけれども、これを定期的にですね、まあ、まとめて出してはですね、まあ物によっては捨てられないので、それをですね、しまってあるっていうですね、まあ本当に無駄の極みですけれども、ただの自己満足ですなんですけども、まあこうやってですねやってると、まあなんですかね、ドットライナーも随分溜まったなって思いながらですね、書類を貼ったぞっていう気分に、勝手に浸っていますということで、まあなんせそのぐらい使ってるよってことなんで、ストックが切れると精神的に落ち着かないぐらい、ですね、
このドットライナーっていうのは、まあ、ドットライナーホールドですけども、僕はですね、こうやって持って使うんですけれども、手になかなか馴染むいい感じだと思うし、ですね、まあ何よりもですね、床がなくてもいつでもどこでも使えるっていうのがいいですね。なのでまあこんな感じでですね、あの多分よそ見しながら貼れる唯一のテープのりかなと思うわけですけど、貼ってあげるとできます。なので、割と僕は、スクラップ作業もするし、ノートにプリントアウトを貼ることがすごく多いので、そういう時にはですね、こうやってですね、はい、こうやってやってます。はい、ということなので、まあ、あの、ね、いろいろ、こう、テープのりあるんですけれども、苦手な人こそ一回、試してみていただけたらいいんじゃないのかなと、思いますよ、ということで、今日はドットライナーホールドの紹介でした。